とずつ取っていきますね。痛くないですか？大丈夫です。綺麗になります。どうぞ。こんにちは。今日はどうされましたか？耳がちょっと詰まっているような感じがする。それはいつぐらいから感じるようになりましたかね？2ヶ月ぐらい前から。結構ですね。ちょっと状態見せていただけますかね？体横に向けてくださいね。そうですね。反対向いてもらえますか？そうですね。鼓膜が見えない状態になってる。取れるかな？ちょっと硬そうですけど、ちょっと取ってみましょうかね。いいですよ、そのままでね。失礼します。硬くなってないんで、ちょっとずつ取っていきますね。痛かったりしないですか？詰まっているとちょっと聞こえづらかったりがあったと思うんですけど、だいぶ止めてきましたね。がありますね。だいぶ大きいのは取れたので、ちょっとちっちゃいのもね、取っていきますね。ですね。まず貼れない方が多いかな、ここに来られる方。うん。ちょっと奥の方が痛かったりする方もこういらっしゃるんでね。だいぶ綺麗になってきていますね。ちょっと取れにくい場所にもあるんですけど、ちょっと変えようかな。綺麗になりましたね。ちょっと耳周り拭いときますね。じゃあ反対向いていただけますか。じゃあこちらも同じようにやっていきますね。痛くないですか？あんまりね、いっぱいやるのも良くないんですけど、やらなすぎるのもちょっとね、やっぱり溜まってしまうので、ほどほどにね、やるぐらいがいいです。週1回ぐらいかな。ね。電気のあるやつだと見えるんですよ。中がね、しっかり見えるから取れる。気持ちいい。自分でやるのが怖ければ、来ていただければ全然やるんで、定期的にやっておくこともできますよ。ここに来ていただいた方が安心ですかね。置いていきますね。どうですか？ちょっと聞こえやすくなったり感じますか？なんかちょっと最後に見ときますね。じゃあ反対も。全部きれいになります。はい、じゃあちょっと詰まりやすかったりはするのかなって感じはするので、予約はどうされますか？はい、じゃあ2週間後ぐらいに取っておきましょうかね。今日と同じぐらいでいいですか？はい、わかりました。また予定が変わればお電話いただければ大丈夫ですので。カチコチになってしまうとね、またお薬を入れて柔らかくしていかないといけないんでね。そうなる前には絶対来てくださいね。はい、お疲れ様でした。